まあ、あとはセカンドチャンスポイントが新潟9得点、横浜0なんですけど、ね、はい、この辺も気になるところですね。カーターのフリースローラインからのジャンパー、40対36。佐藤パンフェイク預けても1番、これがターンオーバー。森川からまだショットクロック10秒ありました。森井入ってくる、森井合わせてベントン、必要にボールを動かして最後はベクトンが入っていきました。林のファースキッパス受けて須藤、カーターが押し込んで、ここは得点。横浜の方は武田、そして青田が準備をして、ストックマンジュニア、青田のジャンパー、フリースローラインからの林が行きます。林決まらない。そして走っています、アウダ。アウダが行く、アウダ、アウダの坊主アンドダンク。横浜がまたリードを広げます。6点差、51対45。アウダ、ストックマンジュニア、そして武田が入ってから一気にまた横浜が流れをつかみました。あ、よく走ってましたよね、今のはディフェンスリバウンドからのいいファストブレイクでしたね。そうですね、はい、アウダがよく走っていました。40ストックマンジュニアからアウダ、そしてサウスポーのね、はい、利点も活かせているという、やっぱりいい選手ですよね。そうですね、アウダ3、トップ2でした今ね。須藤から浮かせアウダ、アウダー、うまい身のこなしで今は。